道連れ。終電間近の地下鉄の駅でのこと。大学生の A さんは飲み会の帰りでほろ酔い加減で電車を待っていた。あたりには人影はまばらだ。と、その時に目の前にいたサラリーマン風の50代くらいの男性がいきなりホームに落ちた。上がってこようとしているようなのだが、彼もまた酔っているのか、なかなか上がれない。心配した A さんが覗き込んだところ、そのサラリーマンと一瞬目が合った。何か釈然としないものを感じながら、A さんは手を差し伸べて、彼を引き上げようとした。サラリーマンは、上目遣いで照れくさいのか、ニヤニヤしながら、A さんの手を掴んだ。その時、電車の到着を告げるアナウンスの声が、慌てた A さんは引き上げようとするが、まるでふざけているかのように、サラリーマンは上がってこようとしない。このままだと A さんまでもが巻き込まれてしまう。身の危険を感じた A さんは、思わず手を振りほどこうとしたのだが、手は一層強く掴まれてしまい、向こうは離してくれようともしない。その時 A さんは気がついたのだ。こいつは俺を道連れに死のうとしているのか？その時、危ない！という声とともに、誰かに肩を掴まれて、ホームの上に引き戻された。ほぼ同時にホームに電車が入ってきて、A さんは難を逃れることができた。危ないところでした。もう少しで落ちるところでしたよ。酔っ払っていたんですか？ A さんを助けてくれたのは、一人の駅員だった。まだ驚きで口の聞けない A さんに向かって、駅員はさらに続けた。ここ、柱の影になっていて危ないんですよね。先月も今くらいの時間に50歳くらいのサラリーマンが酔って転落しちゃったんですけど、誰も気がつかなくって、そのまま。やがて電車が止まり、ドアが開いた。最終電車だった。A さんはそれに乗り込んだが、体の震えがまだ止まらなかった。窓からぼんやり眺めていると、いつの間にか先ほどのサラリーマンが、ホームに立っており、肉々しそうにこちらを睨んでいる姿が、小さくなっていくのが見えた。捕まれる。先生は話をする前に、話し終わったら私の腕に注目、と意味不明なことを言った。話に出てくる私とは、先生のことです。私が中学生の頃に、友達の田舎に泊まりに行った。確か、和歌山だったかな。もしかしたら大阪かも。とりあえず近畿の南の方。そこは遊ぶところに困らなくて、近くには海があり、山があり、とにかく自然でいっぱいだった。約1週間泊まったんだけど、その時間が一瞬で過ぎたと錯覚するぐらい楽しかった。いつもは夕方ぐらいには帰ってたけど、最後の1日は、少しでも思い出を残そうと、夜まで海で遊んでいた。遊んでいた場所から、宿泊していた家までは、自転車で約20分ぐらいだから、時間のことはあまり気にしなかった。
しかし夜の11時を過ぎ、さすがにそろそろ帰ろうということになった。私たちはそれぞれの自転車に乗り、友達が前で私が後ろからついていくという感じで自転車を漕ぎ出した。自転車を漕いですぐに前を行っている友達が急に止まり、私に、何か言った？何も言ってないけど。友達は首を傾けながらも、なら別にいいわ。とりあえず再び前を向き、私たちは自転車を漕ぎ出した。しかし一分も経たないうちに、また友達は自転車を止め切り出した。お前やっぱり何か言っただろ。何も言ってないよ。そもそも何が聞こえたの？なんか早口で、いすずはどこ？と繰り返していた後、放送終了後のテレビのザーって感じの音が聞こえた。いすずはどこはともかく、ザーなんて声は出せないよ。それもそうだな。私たちは少し笑いながらも、さすがに、二度も不思議なことが起きると怖くなり、横に並んで自転車を漕ぐことにした。しばらく二人並んで自転車を漕いでいて、友達がふっと後ろを向いた。私はなんとなく友達の顔を見てみたら、友達の顔が露骨なほどに青くなっていくことに気づいた。私たちが使っていたその道は50メートル間隔でしか街灯がなく、お世辞にも明るい道とは言えなかった。明かりといえば街灯と月明かりぐらい。その限られた光でも友達の顔が青くなるのが分かった。友達は叫び声を上げながら自転車を早く漕いだ。私は状況がわからなかったが、友達の異様な行動に恐怖を感じ、わけもわからず自転車を早く漕いだ。友達は私に振り向きざま、もっと早く漕げ！早く！捕まれるぞ！叫んだ言葉の意味はわからない。ただ漠然と恐怖を感じた。私は懸命に自転車を漕いだ。私たちは5分ほど全速力で自転車を漕いだ。友達が後ろを向き、速度を落とし始めて自転車を止めた。私もつられて自転車を止めた。友達の顔色はさっきの青い顔から戻っていた。私は先ほど聞く間もなかったことを聞いてみようと思った。一体何があったの？お前がどんどん離れていくと思って後ろ向いたら、お前の1メートルぐらい後ろに白っぽい服を着たおばあさんが見えた。俺と目が合った途端に白っぽい服がみるみる茶色くなって、お前の頭をつかもうと手を振り回してた。お前あと10センチぐらいで頭つかまれてたぞ。私たちは泣きそうになりながらも急いで帰ることにした。再び自転車を漕ぎ出し、2、3分ほど経った時、私は自分の自転車が友達の自転車と徐々に離れていることに気づいた。私はスピードを落としたつもりはない。友達がスピードを上げたわけでもない。まして、実は友達の自転車に変速ギアがあるというオチがあるわけでもない。横に並んでいたはずの友達と徐々に離れていく。
負荷は感じないが、何か引っかかったのかと思い、後ろを見たが何もない。同じペースで自転車を漕いでいた。だけど、少しずつ距離が離れていった。少しずつ混乱していく。友達に何を伝えればいいのかわからない。ガシ。何か金属音のような音が後ろから聞こえた。後ろを向いた。しかし、そこにはただ暗闇が広がるだけ。よく考えると、正確には音は真後ろではなく、後ろの下の方から聞こえた。直感的に恐怖を感じながらも、下の方に目を向けた瞬間、それはいた。私たちが乗っていた自転車は、ママチャリと呼ばれる種類の自転車だ。それはスタンドに、手をかけて引きずられていた。さっき友達が見たものに間違いない。白っぽい服を着たおばあさんだった。それと目が合った瞬間、着ている服が茶色く変化していく。目線を外すことができない。自転車を漕いでいることすら忘れてしまった。それは、スタンドにかけていた手を上に上げ、荷台の方に手をかけた。そして、荷台にかけた手をさらに進め、サドルをつかむ。それが、サドルに手をかけたとき、やっと、私は叫び声とともに体が動いた。サドルにかけた手を振り払おうと左手を動かした瞬間、それは、私の腕を掴んでいた。それの手を見たとき、人差し指の爪だけが、他の指の爪よりも、1センチほど長かったことに気づいた。しかし、そんなものを見ているときではない。私は掴まれた手を振り払った。私の左手に痛みが走り、その拍子に自転車から転げ落ちてしまった。耳元で声がする。イスズか。イスズはどこ？そして、ザーッという音が聞こえた。いや、正確にはザーではなく、もっと大きな音。私はすぐに体勢を整え、全力で走って逃げた。家までは150メートルほど、自転車を拾っている余裕はなかった。その一部始終を見ていた友達も、叫びながら、全力で自転車を漕いだ。二人が家に着いたとき、二人とも服が泥だらけだった。私はこけたが、友達の方に土がつくのはおかしかった。泣きながら、友達の祖父母にその一部始終を伝えると、二人とも何か神妙な顔になっていた。その地域は、戦時中に、都会から疎開してきた人が多かったらしい。もしかしたら、何かの拍子に防空壕に入って、亡くなった人なのかもしれないね。友達の祖母はそう言った。先生は、この話を塾に通っていた俺らに聞かせてくれた。先生は話し終えると、自分の服の袖をめくり、俺らに腕を見せた。腕を払った時に痛みが走ったと言ったけど、これが、その時ついた傷。
そういった先生の腕には爪で引っかいたみたいな傷が一本走っていた。10センチぐらい。あと私、この話をしたら絶対に鳥肌が立つのよ。話を聞いた俺らに鳥肌が立つのはわかるけど、話をした本人に鳥肌が立つのはおかしくない？でも、先生の腕には確かに鳥肌が立っていた。二度も続くと、さすがに本物と思ってマジでビビったわ。あと先生が自転車からこけた時に走ったと言っていたけど、友達の方は自転車を全力で漕いでいたにもかかわらず、先生は友達を追い抜いて先に家に着いたらしい。あの時タイム測ってたら世界新出たね。ビビってた俺らにケラケラ笑いながらオチを付け加えてくれた。少し心が安らいだよ。ひまわり。私が小学校4年生の夏休みのことでした。3歳年下の幼馴染と家から1キロほど離れた河原へ遊びに行きました。暑いから持って行きなさいと祖母が用意してくれた氷水入りの水筒を下げて、たらたら坂道を下って行きました。河原までは子供の足でも10分そこそこ。午後の日差しにあぶられながら小一時間遊んだでしょうか。時々持ってきたタオルを水筒の水で冷やして幼なじみの肩や首を拭いてあげました。夏の太陽はまだまだ高く、川べりに立つ私たちの影は足元にたまっていました。夕方までまだ間があるし、遠回りして帰ろうかと私たちはいつもは通らない道を選びました。中学校のグラウンドの脇を通り、農家の作業小屋の前を通り過ぎ、牛小屋を通り過ぎたら田んぼが広がっていました。道路はアスファルトで舗装された割と広い道路です。車の邪魔にならないように右側を青く伸びている稲にささやかにいたずらしながらテクテク歩いていきました。ひまわり。幼なじみが田んぼの真ん中を指さしました。あれ？見ると黒々とした大きなひまわりが首をうなだれてゆらゆらと動いています。大きいね、踊ってるみたい。幼なじみはひまわりの動きに合わせるようにうつむいて肩を動かし始めました。最初は笑って見ていました。次にいい加減飽きて、行くよと声をかけました。でも動きをやめない幼なじみに、なぜだか薄ら寒さを覚えました。もうやめなよ言いながら、なぜそんなにひまわりの真似が面白いのかと田んぼのひまわりを見ると、それはひまわりではありませんでした。だったら何なのかと聞かれると、ペラペラの人間の影というのが一番近いかもしれません。叫び声は自分の口から出たのでしょう。近くの作業小屋から人が飛び出してきた時には、ゆらりゆらりと動き続ける幼馴染と正気をなくしてタオルを振り回している私がいたそうです。ここからは昨夜母に聞いた話です。4年生の夏にこんなことあったよねと聞いてみたんです。そしたら、家に連絡がついたのは祖母が持たせてくれた水筒に住所と名前が書いてあったからだそうです。
私と幼なじみは救急車で病院に運ばれたらしく、正気に戻ったのは3日後だったそうです。回復したものの、夏休みに入ってからの記憶がすっぽりと抜け落ちてて、そのせいなのかしきりに、損した、損したと言っていたと。ただ、その3日間の私の様子だけは、決して教えてくれませんでした。夏休みの間、2学期が始まる前に父の仕事の都合で引っ越しをすることが決まり、その当時の同級生たちに挨拶もしないままその町を離れました。もしかしたら、町にはいられなくなるような何かを私はしてしまったのかもしれません。今から20年ほど前の話です。危ないところでした。もう少しで落ちるところでしたよ。酔っ払っていたんですか？ A さんを助けてくれたのは一人の駅員だった。まだ驚きで口のきけない A さんに向かって駅員はさらに続けた。ここ、柱の影になっていて危ないんですよね。先月も今くらいの時間に50歳にやしながら A さんの手を掴んだ。その時、電車の到着を告げるアナウンスの声が。慌てた A さんは引き上げようとするが、まるでふざけているかのように、サラリーマンは上がってこようとしない。このままだと A さんまでもが巻き込まれてしまう。身の危険を感じた A さんは思わず手を振りほどこうとしたのだが、手は一層強くつかまれてしまい、向こうは離してくれようともしない。その時 A さんは気がついたのだ。こいつは俺を道連れに死のうとしているのか？その時、危ない！という声とともに、誰かに肩をつかまれて、ホームの上に引き戻された。ほぼ同時にホームに電車が入ってきて、A さんは難を逃れることができた。上がってこようとしているようなのだが、彼もまた酔っているのか、なかなか上がれない。心配した A さんが覗き込んだところ、そのサラリーマンと一瞬目が合った。何か釈然としないものを感じながら、A さんは手を差し伸べて彼を引き上げようとした。サラリーマンは上目遣いで照れくさいのか、にやに、道連れ。終電間近の地下鉄の駅でのこと。大学生の A さんは飲み会の帰りでほろ酔い加減で電車を待っていた。あたりには人影はまばらだ。と、その時に、目の前にいたサラリーマン風の50代くらいの男性がいきなりホームに落ちた。